任期満了に伴う帯広市長選挙は昨日投開票が行われ、現職の米沢典久氏が4回目の当選を果たしました。万歳！万歳！万歳！3期12年の単なる延長ではなく、未来の新しい未来に向けて精一杯頑張ってまいりたいと思います。帯広市長選挙は現職の米沢典久氏に新人2人が挑む構図で、米沢氏の3期12年に及ぶ市政への評価が主な争点でした。開票の結果、米沢氏は次点の候補に6239票の差をつけて当選しました。投票率は 45.51% で、前回より 0.67 ポイント上回りました。